差し上げたのは時間です。サントリーウイスキーの贈り物。世界一のスピード王は誰か。1986年度 F1 グランプリ最終戦の幕が切って落とされた。1000馬力のエンジンが炸裂して地上最高のスピードに男の夢が踊る。生か死か、極限のスピードの中で男だけの操縦とメカの芸術が爆発する。それが F1 グランプリだ。今勝つため走るためにひたすら情熱を傾け続けた日本人チームがいた。本田宗一郎の伝統を受け継いだホンダ F1 チームだ。一瞬先に何が起こるか、予断を許さない激しいレース。男たちの夢は果たせるであろうか。そんな夢を少年時代から抱いてきた男、本田宗一郎は今その夢の間近にいた。もうね、小学校もう1年にならん前からもううちは自転車もやっとったからね、もう横乗りで親父の後をよくついて飛んだりした。自動車レースに挑戦しようと思われたのはいつ頃ですか。そうね、それは東京へ来て自動車の修理やってる時に挑戦しようと思って。ご自分で車をお作りになったんですか。そう、約1年ぐらいかかった。パーツの飛行機のエンジン持ってきてね、パーツで出なかったんだけど、ここでも連戦連勝ですか。連戦連勝ですか。まあそういうことだね。あのエンジンからんくんだわってスタートできなかったこともあったらね。自ら設計したレーシングカーに乗ってスピードにかけた彼は重傷を負った。このメンズの子はこれはくしゃくしゃになっておったんですね。で手術してこれだけになったんですね。そして肩の骨に抜けて手が2つに折れたんです。それでもうこいたんじゃなかったんですか。いやね、これね。しかし彼はそんなことぐらいでギブアップはしなかった。何くそ、トラブルに巻き込まれればなおのことファイトが湧いた。本田宗一郎が F1 グランプリに初めて乗り込んだのは1964年のことであった。すでにオートバイでは世界一の技術を用いていた本田の次の標的は当然のごとく F1 だ。しかし初出場のドイツグランプリでは最下位。1968年から4年間出場を断念したこともあった。1977年、夢立ちがたく再開。7年後の84年、ようやくダラスグランプリで初優勝を飾った。そして今年オーストラリアアデレードでの最終戦を前にしてマンセル1位、ピケ3位と2人ともこの戦いに勝てば総合優勝を狙える位置にいた。エンジンについては世界をリードするホンダが心配はない。しかし強力エンジンを搭載するシャーシーやタイヤ、そしてコンピューター制御装置、ドライブテクニック、その全てが揃わなければレースには勝てない。整備点検は12人の前線部隊が入念に行った。これはいかんと思った時なんかあります。それはしょっちゅうありますよ。一番最初に、もっと簡単なものだと思ったんですね。私が個人的なものですけど、で1ヶ月ぐらいいろいろな対策をして、このレースに持ち込んだんですけども、一瞬にして壊れちゃった。ですからレースに関してはね、それぞれ技術的にはベテランの人もいますけれども、レースに関しては素人の集まりだと。だからそういう素人の良さといいますかね、良さっていうのは物にこだわらず、過去の技術にこだわらず、どんどん新しい技術をやっていくということだと思うんですね。
10月25日14チーム24台が参加して最終予選レースが行われた。黄色い車体の5番は期待のマンセル。予選は1位通過、好調だ。6番車のピケも好調、予選は2位通過。しかし晴れ間が見えたかと思うと突然の雨。予期せぬ天候の変化がレースの意外な展開を占うかのようである。マンセルに続いてピケも順調に飛ばす。今年からパワー競争の歯止めとして使用燃料が195リッターに制限される。効率の良いエンジンが必要。しかしホンダチームはこのことに関して大した心配はしていなかった。問題はブレーキとタイヤだとスタッフは考えていた。事実、厳しい寒さと強風と雨の悪コンディションがレース場を覆っていた。車高が低い F1 は地熱の影響を受けやすく、タイヤの破損こそ最も心配されるところだ。2人はぶっちぎりで予選を勝ち上がった。ポールポジションはマンセルがトップ、そしてセカンドにはピケ。エンジン、そしてドライバーテクニックから見て総合優勝への大きな期待が膨らんだ。本田宗一郎、50年の夢の実現は間近だ。見るもの、走るもの、作るもの、それぞれの夢の中で F1 グランプリのロマンが広がる。誰も彼もここでは夢を意味と。将来の夢ってのは何ですか？そうですね、将来っていうのはここ2、3年はですね、圧倒的な技術で勝ち続けたいという気持ちがあります。子供には何て言うんですか？そうですね、子供は絵本で、車を見てましてね、マクラーレンはよく知ってるんですけども、まあ、ウィリアムスも知ってまして、まあ、赤と白の車に負けないように頑張ったねなんて。初めからやってます。あ、そうなんですか。生き字引ですね。いえいえ、もう老体です。一番その辛かったことなんですか、今までの辛かったですかね。84年のブラジルで、まあ、僕の関係する部品が壊れたんですね。無線で事件しまったかったですね、やっぱりね。いつ頃から勝てると思うようになりました？やっぱり去年後半からですね。How do you feel about tomorrow's prospect? Wow, yeah, I'm still, I think I have to play my cards here. I have to win the race to win the championship. That's what I feel. Many children in Japan consider you as their idol, but did you have any idols as a child? Yes, I had. And, when I was young, I think we had Emerson Fittipaldi coming from Europe. Winning Formula One races, I think he was my man. Okay. We're wondering how you feel about the Grand Prix. What do you think of your chances? And I hope that my chances are good. We're going to be very competitive, and I think I drive one of the best cars with the Honda engine. Do you think that the Honda engine has contributed much to your fine performance this year? Yes, I think so. I think the whole package of the Honda engine and the Williams team has been very good. Aco を目指す強者たちの思いも様々に、激しい予選の一日が終わった。だが、チームの仕事は夕暮れから始まる。ホンダチームは単にエンジン提供だけではなく、ウィリアムズチームと共にレース作戦に参加。
今年は破竹の勢いで勝ち進み、すでにコンストラクターズチャンピオンを決め、ドライバーズチャンピオンを手にすれば総合優勝を勝ち得るところまで来ている。エンジンの調整を第一として神経質なほどの整備が続く。翌日はカラッと晴れ渡った。和やかな中にも緊張した雰囲気がレース場に立ち込め、各社自慢の強力エンジンがスタートラインへ向かう。史上最高のパワーゲーム F1 グランプリ最終戦の開幕。120名のスタッフ全員の夢はマンセルとピケの車に集中する。静かに疾走する F1、 万全を期したつもりでも何が起こるかわからない F1 グランプリ。スタッフは静かに天命を待つ。何か言いたいことありますか？お父さんですか？もう年中怒られてますんでね、もう逃げ回んなきゃいけない話がいっぱいあるんですよ。実は親父という言葉に親しみがこもる。チームワークこそホンダの命。自分たちのおじいさんが見に来るような気持ちで、ですから悠然と見てていただきたいなと思いますよね。無理でしょうけどね。総帥本田宗一郎が F1 グランプリを観戦にやってきた。 F1 への夢を抱き行動を開始して22年目、初めてのことであった。期待の大きさが伺える。非常に芸術的な天才的なドライバー。彼らはアラプロストって言って一番手強いドライバー、一番素晴らしいドライバー。今日のレースについてご感想どうですか？分かんない。彼はエンジン一筋に生きてきた。食料に困って買い出しに行くもんだからね、軍の作った 50cc の小さなエンジンがあって、それを自転車つけてやったもんで、そしてうちの女房に闇もみ買いでやらしたわけだ。それが一番最初ですからね。原付自転車からオートバイへ、そして乗用車 F1 へと夢を広げてきた。情熱と努力と人並み外れた強い意志とがそこにあった。 F1 参加2年目にして早くも優勝。非常によくやったと思うんですけどね、あらゆる部品がもうゼロスタートでしたから、まあ本当にあそこまでよくやったし、まあ最初の頃のレースでは我々2回しか優勝してないんですけど、まあ、あの2回の優勝っていうのはやっぱし随分我々としては、まあ、不満ではあるけれども、やはりよくやったのかなっていう感じもしますね。しかし当初 1.5 リッターの排気量が2倍の3リッターに変わって、チームはその変化に追いついていけなかった。ホンダは勝利の女神から見放され続けた。改良しても改良しても勝てない。一体何が悪いのか、茨の道が続く。正直言いましてですね、まあ、なぜ勝てないのかっていうこともですね、なかなかはっきりつかめるまでは行ってなかったと思うんですね。今のレース見てても、一箇所ちょっとうまくないともうレース勝てないってこと。ところが我々作った頃はその、まだまだいろんなところ具合悪いとかあったわけですね。惨敗続きの中にあっても、ホンダの負けじ魂は失われなかった。まあ演習というとか、やらないかというね、非常にやらないかというのは、さあやろうとこういう、その精神があるんですよ。だからその精神でね、やらないか精神、これはホンダさんなんかもやらないか精神が、うんと入ってるんじゃないでしょうか、ほら。そして今、ホンダの夢は、2人のレーサーに託された。
マンセルは努力型で攻撃的なドライバー。一方ピケは世界チャンピオンに2度も輝いた天才肌のレーサーだ。ホンダとそのチームにとってまたとない強力な味方だ。唯一の強敵はマクラーレンのプロストだ。スタートが近づく。エンジンがうなり緊張が走る。早々レースは荒れ模様だ。全長 3.8 キロのコースを82周、最高ラップは1周時速約240キロ。前線本部には車の様子がモニターテレビを通して送られる。スピード、ピットインのタイミングなど、ここから指令が飛ぶ。先頭はピケ、マンセルは3位で周回を重ねる。まずまずの出来だ。夢がさらに広がる。エンジントラブルでリタイアする車。激しいレースの中でダークホースのペケ・ロズベルグが捨て身で飛び出した。彼は今年で引退する。最後の花を咲かせようというのか。煙を吹く車。10周目、プロストがホンダチームのマンセルを抜いた。マンセルは現在4位。3位に食い込めば堂々の F1 チャンピオンだ。自分の前を走るプロストは総合優勝を狙う最強のライバル。彼に勝たなくてはチームの栄光もない。しかし順調なままレースが終わるのは稀だ。ピケがスピン。芸術的な彼にしては考えられないミスだ。彼は4位に落ちた。32周目、2位で走っていた総合優勝の有力候補プロストはタイヤの空気漏れでピットイン。3位のマンセルが2位に上がった。しかしこのタイヤ交換が予想外の幸運をプロストにもたらすとはこの時誰も考えなかった。型のレーサーマンセルはノリに乗った。このまま行けば総合優勝は彼のものだ。プロストの追い込みが始まった。58周を終え、ロズベルグ、ピケ、マンセル、プロストの順だ。続々とピットインする車。タイヤが限界に来ている。マンセルは走り続けている。タイヤを変えなくてもいいのか。マンセル1位を走っていたロズベルグのタイヤが破裂した。タイヤを変えずに闇雲に走り続けた彼の野望はついえた。マンセルを走り続ける。ピットインしろ。タイヤを変えろ。なぜだ。なぜ彼は走り続けるのか。スタッフが叫ぶ。そしてマンセルに悲劇が起こった。
巧みなテクニックで大事故だけは避けられた。だがホンダチームの野望はつゆと消えた。期待は2位を行くピケだが、1着でゴールしなければ総合優勝は望み薄い。緊急指令が飛び、ピケがピットインした。タイヤの危険を犯すことはできない。天才型で冷静な判断力を持つ彼は最後の賭けに出るつもりだ。F1 レースに勝つにはドライバーを含めスタッフ全員の熱気に追うところが多いという。失望が広がり始めると絶対に勝てない。プロストがトップを走る。だがそれを追うピケの姿は見えない。タイムは開いたままだ。がっくりと肩を落としてマンセルが帰ってきた。孤独な足取り。プロストは快調に飛ばす。余裕すら伺わせる走りだ。レースは終盤に差し掛かっていた。絶望の色が浮かぶ。プロストがゴールに駆け込んだ。続いてピケ、わずか4秒の差であった。生涯最良の日を喜ぶマクラーレンチーム。勝者は底抜けに明るい。優勝を逸したホンダチーム。破損した F1 マシンが激戦を物語。こんなもの取ってくれるなよとスタッフ。スピードにかけた男たちのロマン。 F1 グランプ夢を抱いて、また新たなジェットファイターたちが登場することだろう。ホンダは来年ロータスにもエンジンを提供する。そしてここ鈴鹿で F1 レースが開かれることが決まった。そのロータスチームに中島悟が日本人として初めて参加することになった。プロになろうって思ったのがいつからっていうのはあんまり自分で記憶がないんだけども、なんていうのかな、好きで好きでしょうがなくて乗っかってて、それを試すのがレースの場で、で結果がいいのが出ちゃうとまたその上を狙うって感じ、そういう順序で来たんで、自分でいつから、その心に決めたとかそういうのはあんまりないですね。男のロマンっていうのはその何かを成し遂げちゃうことよりも成し遂げようとすることを夢見られるようなことがロマンじゃないかなと思うんですけどね。チャレンジ精神こそロマン。新しいものに挑戦することによってのみ若者は伸びてきますね。いい品物もできるということだと思う。でも本田さんもずっとまだ若者ですね心だけやね。だけど心もだんだん小さになってきたねこれ